イーゼル特撮コーボーマクドではハッピーセットを頼みがちみーたんです。フライパンにハマってますりゅうやんです。はい、ということで本日は仮面ライダーオーズの新作映画について語りたいと思います。イエーイ。はい、この前今週の金曜日に発表されました、うん、はい、映画、うん、仮面ライダーオーズ10周年復活のコアメダルというタイトルで、はい、あのテレビシリーズの10年後を描くストーリーの新作映画が公開決定ということで、はいはい、ありがとうございます。そしておめでとうございます。いやー、仮面ライダーオーズからも10年、うん、10年10年すごいよな、うん、しかも10年後に10年後のストーリーが出るってめっちゃ同じ時系列です。そうで、オーズの世界では この空白の10年間も何かがあったんやみたいな感じ、何かがあって今にあるんですね。そう、いやー、めちゃめちゃ嬉しくて、しかもなんといっても、うん、復活のコアメダル、なんだ復活するよ、アンクが復活しちゃう。ありがとうございます。いや、だってさ、テレビシリーズの最終話で、うん、あのメダルが割れて、うん、はい、アンクが消滅して、うん、こうエイジがさ、こうやって歩いてる人にさ、うん、アンクの手がこうやってさ、うん、浮かんでさ、こうついていってるみたいなシーンがあった、うん、あって終わったと思うんですけど、うんうん、復活するみたいな、復活するアンク10年経ってなんで復活するのみたいな、なんでどうしてどうやって、うん、全部が、ね、気になるけど、うん、それがきっと映画の中で、うん、わかるのかな。いや、嬉しすぎます ね、 ですね、はい、そして今回の発表ではね、はい、特報とティーザービジュアル、はい、特報は、うん、あのハッピーバースデーから始まり、エニシングゴーズが流れ、うん、そしてちょっとだけ本編が流れて、うんうん、なんかキャストの人たちが、うん、やっぱ10年経って、うん、こう自分たちが言うのもあれやけど10年前はもっと初々しい若いなんていうの、もう少年少女じゃないですけど、うん、がもう大人になってて、うん、わっ、すごい映った、なんか、うん、なんかいいよな、うん、エモいよな、でもめっちゃエモいですよね、うん、でな、え、後藤くんって後藤くん、いや伊達さん変わってないなみたいな感じで、うん、いやめちゃめちゃ激アツな特報がね、うん、公開されていたり、はい、あとは、うん、公開が2022年の春だよっていう情報と、うんうん、その同じ時期に TTFC、うん、東映特撮ファンクラブで、うん、ネット版の仮面ライダーオーズ10周年が配信されるっていうことと、うん、はい、あとはブルーレイ DVD がね、うん、発売されます的ないうような情報が解禁されまして、うん、はい、同じ時にこんなに情報出るっていうのが盛りだくさん、すごいよな。しかもさ、それをさ、うん、こう YouTube のライブで、うん、こう入れたのがまたいいやな。そうなんですよ、 YouTube ライブで、うん、そのキャストの方々がお話しする特番が配信、うん、されてて、今も多分アーカイブが残ってると思うんで、うん、まだ見てない方はね、うん、もうぜひぜひ見てほしいんですけど、はい、なんか当時のエピソードとか、そうなんか皆さんの関係性とかが、なんかちょっとお互いの呼び方とかね、うん、そうそうそう、あとこんなことあったよねみたいな、うん、え、あったっけ、そうそう何それみたいな、めっちゃ可愛いと思いながら、もう本当にもうどんどん期待が膨らんで、ね、もう待ちきれない、待ちきれない、まあ、あっという間よな、2022年、もうよ、もうですよ、もうですよ。で、うん、その YouTube ライブでね、解禁された、うん、あの一つの話題じゃないんですけど、うん、が、あのバースがいつもセルメダルで変身してたんですけど、うん、映画の中ではコアメダルで変身するっていう、うん、バース X っていうのがね、そう YouTube ライブの中で解禁されていて、そこもめちゃめちゃ楽しみ。コアメダルでバース変身するの？だってバースってさ、入れてさ、くるんって回せて、うんうん、じゃあ3枚入れるってこと？どういうことなのかな。あ、でもコアメダルで1枚ってことか、なんかな、わからんよな。でもそれもどうな、気になる、気になるね、うん、新しい変身とか、いろいろあって、映画公開がとっても楽しみです。はい。とか、チャンネル登録、その他のチャンネルも、ゆみせチャンネルもよろしくお願いします。バイバーイ。